弱毒性インフルエンザワクチンとは、鼻腔内に噴射する形で接種する弱毒化ウイルスの形をとるインフルエンザワクチンである。商品名はフルミスト・フルエンズ。弱毒化したインフルエンザウイルスを直接鼻腔内に噴霧することでインフルエンザ疑似感染状態を作り免疫を誘導する。また低温純化されており低温でなければ、 効果的に増殖できないため、鼻腔内で増殖に手間取っている間に免疫される。米国予防接種諮問委員会は、2016から2017年、2017から2018年のシーズンに無効であるため、ビスプレイワクチンを使用しないように勧告したが、2018から2019年から使用中止を取り下げ推奨とした。しかし有効性についてのデータはない。 通常インフルエンザウイルスは、鼻腔から侵入するので、その場所に直接免疫をつける。鼻腔内において、分泌型胎芽を誘導することで、インフルエンザウイルスの侵入そのものを阻害できる。さらに、全身の粘膜へ、分泌型芽抗体の誘導し、防御するまた、自然感染に近いため、CD8 陽性 T 細胞を誘導することにより、 ウイルス株が違っていても重症化を防ぐ可能性がある。フラミスト・クワドラベイラントのインフルエンザ株は低温潤化温度感受性化弱体化という処理がなされている。このウイルス株は臨床試験においてウイルスが先祖がエりして病原性を回復することはなかった。弱体化ウイルスを選別し培養する過程で徐々に温度を低下させ摂取25度で 効率的に増殖できる株を選別する。通常、低温純化する過程で、病原性はさらに低下する。これらのウイルスは、マスターウイルスと野生株ウイルスを低温状況下で一つの細胞に同時感染させることによって、各々の,の,の特徴を融合させる最終合化という手法で作成されている。特定病原体未感染卵に最終合体株を摂取し、 人間ウイルス複製目的で培養する。A 型インフルエンザには、アーバー6 6 0 h 2 n 2が、B 型インフルエンザには、アーバ一1 6 6というタイプの MDV が使用されている。低温純化、温度感受性、および弱体化の表現型のもとである6つの内部遺伝子断片は、MDV に由来する。また、2つの表面等タンパク質。 赤血球凝集層及びノイラミニダーゼを高度化する2つの遺伝子断片は野生型のインフルエンザウイルスに由来する。したがって、フラミストクワドラベイラントに含まれる4つのウイルスは、MDV の複製特性及び表現型特性を維持しつつ、2013から2014年に流行した野生株ウイルスの葉及び名を表現している。 TS 及び ATT の表現型については A 型の MDV は3つの異なる内部遺伝子断片中の少なくとも5つの遺伝部位が B 型の MDV は2つの異なる内部遺伝子断片中の少なくとも3つの遺伝部位が特性に関連しているそして両者において3つの遺伝子断片中の5つの部位が CA 特性に寄与している 米国予防接種諮問委員会は2016から2017年、2017から2018年のインフルエンザシーズンにこれらビスプレイのワクチンを使用しないよう推奨していたが2018から2019年では効き目のなさそうだった H1N1 が変更されたため使用中止の推奨を取りやめた。しかし2シーズンの間市場に出回っていなかったため 有効性に関するデータは存在しない。ありがとうございます。